6時台の特集コーナー、今夜はこの方をお迎えしました。ニスパップ梶原ゆきです。ありがとう。まだ慣れないですか。何度か言っていただいておりますけど、まだ慣れないです。すいません、たどたどしくてとんでもないです。テレタゾーのところがキュンときますけどね。ニスパップです。ニスパップです。よろしくお願いします。あの梶原ゆきさんなんですけども、はいはい、5月11日土曜日にメモリアルなライブイベントを行います。はい、20th Anniversary ゆき梶原ライブ Vol.10 梶フェス2013。長くてすいません。タイトル言うのちょっとドキドキしない。これ20周年で10回目のフェスティバルっていうことなんですけど、はい、20周年。そうなんですよ。ついに来ちゃいました。デビュー20周年。ちょっと恥ずかしいんですけど。とんでもない。いやいや、なかなか迎えられないですよ、20周年なんて。そうですよね。そうですよ。でも、あっという間でしたけど。はい、本当ですか？本当あっという間でしたね。そうですか。びっくりするほど。デビューの頃のこと、覚えてますか？あ、そうですね、覚えてません。ずっとアマチュアバンドをやってて、はいはい、そのバンドでデビューすることになったんですよ。はいはいはい、バンドから。はい。で、会社勤めしてて、普通に OL だったんで。OL 系？本当ですか？そうなんですよ。ものすごいアーティスティックな OL ですね。で、まあ、OL も続けたかったんですけど、はい、ちょっとやっぱり両立難しくて、はい、やめてデビューっていうことになって。へぇー。そうですか。そうなんですね。でもその頃はまだ音楽で食べていけるかっていうのも全然わかんないぐらいです、ね。周りからは、何考えてるんだってやっぱり言われましたね。普通に勤めてましたから。ああ、そうですよね。で、私、バンドでプロになりますとか言って会社辞めるってなかなか。ま、ね、その言葉だけ聞いたら、おいおいってちょっと待ってって言いますよね。はい。はあ、そうですか。じゃあ、その頃の同僚さんも今では、部長さん、まあ、もしかしたらみんなすごい楽になってるんじゃないですかね。らっしゃるのかもですね。はい、ということでね、そんな、うん、でも20年ってことは、曲もすごい、もうたくさん書いてきてるってことですね。そうですね。この間、なんか、今度のライブのために、ちょっと今まで自分たちが出した CD 数えてみようかと思ったら、はい、いわゆるその提供とかそういうの置いといて、はい、まあ、シングルとかも全部含めてですけど、はい、100枚超え。3桁、100枚作ったんだみたいな感じでしたね。無邪気におっしゃってますけども、相当すごいですよ、100枚って。DVD とかも入ってますけど、ね。はい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 。でも一応自分の名前的なもので、すごい。うわ、その引き出しがすごい。ねえ、こんなやってきたんだなって改めて、ちょっと思っちゃいました。いやねえ。ということで、はい。そんな、フェスティバルなんですけれども、これ、どういったライブになりますかね？20周年記念ということでですね、ごちゃ混ぜ、もう全部やっちゃおうっていう趣旨のライブで、だいたい、まあ、3時ぐらいから始まるんですけど、はいはいはい、まあ、だいたい5時間ぐらいかけて、5時間？ 5時間？はい。長い長い。5時間ですか？やりっぱなし。途中で休憩ちょっと挟みますけど。まあ、そういりますよね。基本やりっぱなし。プレイヤーもいりますよね。はい、多分バンドさんが一番休憩いると思うんですよね。そうですよね。でも、5時間でも、確かに足りないぐらい曲がだってね、ものすごいいっぱいあるんですよ。足りないんですよ、5時間じゃ。それが全然。一応自分がこうやってきたプロジェクトとか、うん、あとサウンドトラックの曲とか、うん、日本語の曲も日本語じゃない曲もたくさんあるんですけど、はいはい、あとインストゥルメンタルだけの曲とか、はいはい、そういうのも全部ひっくるめてやろうと思うと、はい、もう全然5時間で。5時間じゃ全然足りない。全く足りないですね。だから選曲大変なんです、ね。そうか。たった5時間に。いや、たった5時間って感じで入れなきゃいけないと。しかもなんか今回はものすごくこう、いろいろな方がこう、なんていうんですか、参加されるというか、うん、はい、今まで開催していた、ゆき梶原ライブ、まあ、今回10回目ということで、はい、各プロジェクトに参加しているボーカリストとかミュージシャンがもう一堂に、うん。そうですね。いろんな方に曲提供させていただいたこともあるんですけど、はい、今回そういうのとちょっと違って、自分がプロデュースしたものとか、はい、あと今までのレコーディングにもう、何度も何度も加わっていただいている方が中心のミュージシャン、はいはい、もういろんな方全員、総勢私も含めて21名すごいステージ上に登るというそんなライブですね。そうなんですね。じゃあその参加メンバーについて私がこう発表していきますので、はい、現在決まっている方を、はい、一言ずつ梶浦さんからのコメントいただいてもいいですか？わかりました。はい、ということで、まあまず最初は梶浦由紀さん、はい、私です。この方はいます。20周年という、20年やってきたらしいです。そしてじゃあ続いて、フィクションジャンク
クションっていうのはイコール梶浦由紀なんですけど、梶浦由紀のソロプロジェクトをフィクションジャンクションって呼んでます、はいはいはい、ただ他の人に歌ってもらったりすることが多いので、はい、そうすると梶浦由紀名義で出すのがちょっと変じゃないですか、はい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 、だからフィクションジャンクションプロジェクトって形にしていろんな人に歌ってもらってるっていう、まあ、由紀梶浦個人プロジェクトって感じです。なるほど、はい、なるほど、そして、カラフィナ、カラフィナ、はい、メンバー3人で若菜光る稽古の3人が歌ってる、はい、まあ、私が作詞作曲編曲を全部やってる、はい、私のまあプロデュースしている、うん、歌物ユニットですね。はい、はい、的にもおなじみのね、そう、何度も来ていただいてる、はい、そして、フィクションジャンクション優香、はい、今のフィクションジャンクションもフィクションジャンクションだけでやっちゃってるんですけど、うん、初めになんていうかな、フィクションジャンクションプロジェクトを始めたのが優香ちゃん、南里優香ちゃんと組んで始めまして、はい、でそのユニット名がまだ残ってますね、うんうんうん、で今回のライブではフィクションジャンクション優香のステージも独立して組もうかなと思ってます。はい、そして、エミリー・ビンディガーさん。はい。私、英語の曲も挿入歌とかが多いんですけれども、うんうん、あと、ソロアルバムとかでも何曲か書いてまして、はい、今まで何曲ぐらいかな、もう十数曲になると思うんですけど、もう彼女にずっと歌っていただいてて、はい、ニューヨーク在住のシンガーさんなんですけど、はい、まあ、いつもニューヨークにレコーディングに行ってたんですよ。はいはいはい、で、今回初めて来日してもらうことになりまして、じゃあびっくりするでしょうね、ライブ会場で日本のファンの人を見て、あ、こんなにたくさんの人が、かもしれないですね。多分実感ないと思うので、うん、彼女は一度もまだライブも来てもらったことがなかったので、うん、すごい楽しみです。そうなんですね。うん、はい、続きまして、笠原ゆりさん。はい、オペラの舞台を中心に活躍されている方で、レコーディングとかで割とそのクラシカルな、その割とオペラティックな声を使うことも多いんですけど、うんうんうん、そういう時にかなりもう本当に何十曲も歌っていただいている方で、素晴らしいお声の持ち主で、今回も活躍していただこうと思ってます。なるほど。そして、伊藤恵里さん。この方はもう少し、ポピュラー寄りのお声の方で、ミュージカルの舞台が中心で、ディズニーの映画の日本語の吹き替えの歌とか歌ってらっしゃる方なんですよ。まあ、笠原さんもそうなんですけど、伊藤さんももう、レコーディングだけじゃなくてライブももう何度も参加していただいてて、ちょっと妖精のような声を出す方ですね。妖精のような声、妖精の女王様って感じ。妖精の女王様、女王様って設定乗っちゃったんですよ。わからない、わからない。あ、そうなんですね。はい、まあ、聞けば、なるほどって納得なんですね。はい。続きまして、トマル花江さん。はい、トマルさんも、非常にクラシカルな声を出す方で、うんうん、アンサンブルプラネタっていう、はい、ユニットでも活躍されてるんですけど、この方は本当に独特な声で、うん、クラシカルなんですけど、すごいノンビブラートで歌う方なんです。ノンビブラートで、そういう歌がすごく上手くて、ね、うん、この方が歌い出すと、私よく言うんですけど、うん、歌の温度が5度下がるっていう。へぇー。なんていうかね、こんなこと言ったら失礼なのかもしれないんですけど、うん、人の声ではまるでないような、うん、どこかにね、連れ去られそうなね、不思議な声を出す方なんですよね。うん、すっごい響く声で、美しい声なんです。もうみんな大好きなんですけど、私、トマルさんの声も大好きで。へー、全然違うタイプのシンガーさんなので、うんうんうん、もう曲をもう完全に分けて書いてますね。うん、歌ってくださる感じによって。そうでしょうね。うん、そして、赤木理恵さん。はい、フルートのプレイヤーさんで、もう、この方に出会って私のフルートに対する考え方も完全に覆されましてですね。そんなに、ものすごい、アドリブとかもすごくやられる方なんですけど、プエルトリコとかにもよく行かれて、もうバンドセッションとかを何度もやられてる方で、綺麗なもちろんクラシカルのフルートも上手なんですけど、そのリズム感あるソロとかが超かっこよくて。はい、あ、そうなんですね。続きまして、アスカさん。はい、シンガーさんなんですけど、今、ユーキアイラさんっていう名前で。あ、アイラちゃん。そうなんです。活躍されてるんですけど、はじめに私が歌っていただいた時に、アスカさんっていう名前、加藤アスカさんっていう名前で。へぇー。その時のまま一応私のところに出ていただく時は、アスカさんっていうふうに。表記を。へぇー。ユーキアイラちゃんなの？はい、そうなんですよ。そして、レミさん。はい、レミさんももういろいろな、まあ、サウンドトラックとか、いろいろなところで活躍されている、すごく、ピュアな、ハイトーンが美しいシンガーさんで、うん、サウンドホライズンさんとかでも、かなり長い歌ってらっしゃいますけどね。私がお会いしたのは、そのサウンドホライズンさんのライブで初めてお会いして、なるほど。ああ、すごい綺麗な声で、お仕事させていただきたいなとずっと思ってまして、最近、はい、いろいろさせていただいているので。はい。
そして、佐藤義明さん。はい、アコーディオンプレイヤーの方で、うん、ずっと前からもう本当に十何年も前からレコーディングでお世話になってる方なんですけど、すごいね、やっぱりリズム感のある、なんていうのかな、モダンな感じのアコーディオンをガンガン弾いてくださる方で、今度ライブにね、この方だけは参加していただくのが初めてなので、ものすごい楽しみにしてます。そうなんですね。はい、そして、フロントバンドメンバーズ。そうです。もうこれは定番のメンバーなんですけど、ギターがこれ長光一さん、ドラム佐藤恭一さん、ベース高橋ジュニア智春さん、バイオリンが今野仁さん、で、マニピュレーターに大広良雄さんという方を呼びしてて、はい、で、キーボードが、カルフィナの時だけ、桜田博隆さんにお願いして、私はサボります。サボります。裏でご飯食べます。ご飯食べます。ということで、なんかもう、ものすごい、こう、豪華というか、盛りだくさんというか。いや、でも、梶浦さんのライブでないと、集まらないメンツですよね。もう結構みんなどこで入って引っ込むとかなんかいろいろ大変なんだろうなって思いつつ。それは大変です。でもすごい楽しみなんですよ、私が一番。へえ、じゃあもう20年間で出会った人たちがもうギュッとここで。そうですね、多分こういうお祭り騒ぎ、もう完全にお祭り騒ぎのつもりでやるので、はい、まあ二度とやらないだろうなと思うんですよね。今後のライブはもう少し多分、いろんなところにピンポイントで絞った形で、こういうふうにもう全部をかき集めてやろうっていう、旗上げてやろうみたいな。はい、感じの多分これで最初で最後なんだろうなと思って20周年だからこそのそうですね、お祭りですもんね。本当お祭りです。見逃しなくですね。いや、じゃあ本当そうだよ。はい、ということでですね、改めて 20th anniversary 雪梶浦ライブボリューム10梶フェス2013日程をお知らせします。はい、5月11日土曜日15時開演。はい、会場は東京国際フォーラム A となります。チケットは全席指定税込み8400円。はい。はい。そして今夜はですね、このライブのリスナーチケット先行予約を行います。チケットはお一人様4枚まで OK です。電話はこの後、明日の昼12時まで受け付けます。なおですね、先着となりますので予定枚数に達し次第チケットの受付は終了となります。はい。ということで、受付電話番号はこちらです。0570-02-8851。もう一回言いますね。0570-02-8851。それでは受付、スタート!はい、スタートしております。スタートしております。はい、ここで。ありがとうございます。では、一曲お届けしましょう。曲紹介をお願いします。はい、今度のライブにも来てくれるエミリー・ビンディガーが歌ってる曲なんですけど、私のソロアルバムフィクション2からこの曲を聴きください。フォレスト。はい。ということで、ゲストは梶浦由紀さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。